から石畳来ました。おっと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 、決意だ、決意だ。朝からちょっと家を出てきまして、近場探索ということでね、ベスパで走っております。で、行き先はね、この前の看板にある暗がり峠というね、峠道です。で、見ての通り、国道308号線ということで、国道なんですけども、日本一で、勾配のきつい、国道ということで結構有名な道なんですね。夜はもう真っ暗だから、まあ名前の通り暗がり峠って言うんですけども、ここをねちょっとこのベスパで登れるかっていうねチャレンジをしたいと思うんですが、早速ね、今ここで止まったら一足でもう後ろ下がりました。これをね今からね頑張って走りたいと思います。細くて急 で途中ね石畳になる道があるんですけどね、石畳の国道っていうことでもまあ有名だということで、結構ね僕ら若い頃はね車で何人かでね乗り合わせて登るっていうのをやってました。で、夜に走るととにかくねもう真っ暗で、もう対向なんか絶対できへんし、非常にねやばいね、ぐらいのね道なんですけども、今ちょっとね喋るのがねちょっときつくなってくるぐらいね、早速厳しくなってきましたね登りが。一度止まると大変なんで、ちょっと一気に行きたいと思います。一足二足、車来た。前に来た時は確かハイパーモタードで来てんけども、上りはね、楽勝やってんけども、下りでねちょっとブレーキが効きが悪くなってきてね、いわゆる教習所で習うようなペーパーロック現象が起きるんですね。これブレーキが湧いて気泡ができるっていうやつですね。で、実は僕の同級生も、この道の下りでねブレーキが湧いてしまって40キロぐらいのスピードでね転倒したやつがいてるんですけども、上りはねまあなんとかなっても下りがね怖いというのがね、この暗がり峠の、まあ、走る時の注意点ですね。だからこういうマニュアル車で走る場合は極力エンジンブレーキを使わないとえらいことになるっていうね、まあ、そういう道が暗がり峠でございます。よいしょ、まだ大丈夫ですね。さあ、このベスパで上りきれるでしょうか。よし、ちょっとね道が若干ウェットなのも気になるポイントですけども、3速ではちょっともう厳しいですね。うわ、きつい、きついきつい。ベスパ PX、約8馬力頑張ってますね。2速、セカンドでどこまでいけるか、まあ、さすがに1速だとね全くスピード出ないんで。よいしょ。で、ここに来るとね必ずね歩いてらっしゃる方がいるんですけどね、地元の方かな、今ワンコちゃん連れてる方とか。すごいな、これ。うわー、厳しいな。これ今3速でアクセル全開ですね。こっからです、厳しいのが。いけいけ、一気にいけ。あかん、うわ、2速でも登んねえ。1速でこれですわ。ずっと1速でいかなあかんねえ、これ厳しい。ずっと1速でいかなあかん。こんなとこお店ある？カフェやって、後で行ってみよう。さあ、こっからです、ほんまに厳しいのは。峠の茶屋、こっから石畳来ました。とととと、決意だ、決意だ。よし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 、これ国道ですからね、すごいでしょ。さあ、上りを終えて結構歩いてる方が多いですね。
前のねディスクブレーキが湧いてしまうと終わりなんで、極力エンブレで行きたいと思います。でこの左に上がっていくこの道が、夜にねここをずっと上がっていくと、100万ドルのね、夜景が広がる道でございます。はい、この場所が、日本一、勾配のきつい、37度。これ全く僕登りませんでした。でね、近くにいる自転車に乗ってる人たちが後ろから押してくれて、この横にね、ちょっと退避できたっていう状態です。でやっぱり無理でしたね。というかこの後これ登っていけるかどうかが非常に心配ですけども、今からちょっと頑張ってねチャレンジしたいと思うんですが、大丈夫かな。まずねこのよっこいしょっと、リアブレーキを踏んで頑張れ。うわあ、なんとかいけるか。厳しい。なんとかいけるか、これで頑張れ。手に力が入る。よし頑張れ。なんとか登ってますね。あ、いけそうやな。よかったよかった。やばかった。もう二足では全くダメ。大阪側に降りないといけないっていう、ちょっと途中で思いましたね。そのまま行ききらんとあかんみたいな。クリアしたとは言えないけども、なんとかね。やばかった。今運転の練習にはなりますね。めちゃくちゃこんなに歩いて登る人が多いとは知らなかった。驚き。イチョウの葉っぱがいっぱい落ちてるのがねちょっと怖い。さあまたしても石畳。これお尻めっちゃ痛いん。ちょ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 痛い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 。でこっからめっちゃ下りが急。 OK OK耐えた。ちょっと途中のねカフェみたいなとこに行ってみたいと思います。これいい感じのカフェ、最近できたんかな、昔なかったような。山小屋カフェ、ちょっと読まれへんけどちょっと寄ってみたいと思います。コーヒーいっぱい呼ばれて今から下りたいと思います。最難関の部分は越えたかなというふうには思うんですが、暗がり峠久しぶりに来たんですけども、ベスパで来たのは2回目かな。前も途中で引き返したような気がします。ちょっと厳しすぎる。めちゃめちゃ腕が疲れるし、気を使ってスリルはあるけどね、ここで気を抜いてはいけないですね。いやーきつかった。これね来るたびに思うんですけど、地元の人ね、スクーターとかでも平気でね、荷物積んだまま走ったりね、されてるんで、やっぱりねやっぱ年季が違うなっていうか、まあ、爽快感はないけども山登った後の達成感みたいな感じ。はい、ということで最大傾斜角37度の、まあ、日本一、勾配のきつい国道って言われるね、暗がり峠から今下ってまいりました。あの大阪側にまでね、あの下りきらずに、途中で引き返してまた奈良の方に向かって、戻ってきたんですが、一番きつい坂のとこでね、37度に挑戦してみたんですけども、まっすぐ入っても全く登れません。はい、あの後ろタイヤがもうズルズル後ろに下がっていくんでダメでした。あのもしね、バイクで行ってみようという方は、ブレーキの整備とね、タイヤの状態しっかりね万全にした上で挑んでみてください。面白いと思います。
ちょっとこのベスパではもう二度と行かへんかもしれんけど、またね他のバイクで遊びに来るかもしれませんが、普段の運転とはまた違ったね、楽しみ方のある道やというふうに思います。来てよかったですということで、あとね安全に、家まで、帰りたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。